Bison in!
Oh!
Round 2, fight!
Fight! Hadouken! Hadouken! Smash the bucket! Attack the bird! Hadouken! Hadouken!
こんばんは、デイトナスキー対戦会です。今日からイベントで四季の細道カット借りを始めたいと思ってるんですけど、ちょっと私の手際が悪くてですね、もうちょっと9時頃から始めたかったんですけど、9時半頃から始めさせてもらおうと思います。ちょっともうちょっと、you
Round 2, fight!
はい、テスト、テスト、あれ、テスト、テスト、テスト、はい、あ、こんばんは。ではそろそろ、デートナスキー金曜日スパツ X 対戦会のイベントで、まあ、名前がスキーの細道なんですけど、そろそろ始めたいと思います。で最初の試合はですね、ラマンチャさんとムーさん、はい、ブランカとダルシムなんですけど、最初にじゃんけんをしていただいて、あの 1P2P 選んでもらうということになっております。なので、はい、ラマンチャさんが 2P ですね。お金が入ってるやつ。あ、なんか聞こえてますよってコメントがあるので、配信の方でも無事、私はセロテープです。これ最初の試合ですね。ラマンチャさんのブランカとムーさんのダルシム。なんかボードが置いてある。すいません、ちょっと手際が。なんかボーっと見てるんですけど、インフェルノ離して。ステップ通らない。はい、とりあえずムーさん一人抜きで、次タトシさん。正しいの字書いてる。正しいの字書いてる。はい、じゃあ達俊さん始めてください。あ、俺の声が聞こえてるらしい。
お、2ヒット裏剣入れてドリルが少し低い。こうなっちゃうと立ち台剣打ち放題で、さあインフェルノもガードさせて立ち台剣打ち放題。おっと真空も当たって、さあこうつらばれていた。フレイム、お、裏回りドリル失敗。いい台足が入って、台足が入って、勝利が入って、これはちょっと見えているか。あ、おっと、これはムーさん大好きな立川さんばりの動きで、さがみでもらって、ここ抜けられるか。画面の端っこはきつい。インフェルノパナして、さあ伸びるパンチ打ち放題。周りから梅昇龍真空打っちゃった。もう一回食べるか、しょうがない。あー、これでムーさん2連勝で、次金子がいる。本当だ、ガイル金子になってる。姉子さんもやる気勢でダルシム戦ももちろんちゃんとやってるんですが、3段、おっと飛びは早かったけど小足ダブルサマー入って、さあこれがめんどくさい。あんま打ち合ってもダルシムが強いのに、この状況はどうしようもない。で、召喚者を打って金子さんのガイルがソニックを打って、さあここからどうする。ソニック打って、ソニック打って、残り30秒近く。これは苦しい。あ、これは多分ダルシムが一番楽しいんでしょうね、これね。シャガパン打って何にもさせないのが。もうダルシムタイムですね。残り13秒。このダルシムタイム、ダルシムタイムどうなる。楽しい。いいな、シャガパン。楽しそうで。やばい。俺もシャガパン打ちてえな。さあ、3本目。開幕シャガム。ダルシム手を出す。はい、金子さん。弾打ち合ってるふりして、ガエルはどっかで飛びを1回通して、ビオらせるパターンで勝ちたいんですけど。なかなかワンチャンスをなかなか取るのが難しい。おここからサマー、あーしかしそこは当たらなかった。超狙ってたんですけどね、今ね。さあ押し返す、押し返したい、押し返したい。まだわからない。40秒さあチョップ、さあ楽しい時間。シャガパン、大シャガパン、大シャガパン、ダルシムパラダイス、やばい。削っておしまい。ムーさん強いね。これで次が次パレスチナさんですね。パレスチナさんのチュンリーですね。さっきのじゃいやつな感じだと若干ムーさんが押してたようなんですけども、お、すごい、神様すでにもう5万円モード。次は誰かななどと死にたいやつから前へ出ろと。パレスチナさんのやるな。お、いいビンタ、おー、いい。パレさんのチュンリーは、お、まずい、すごい。おっと、おまけは入らなかったけど十分。まさに赤いチュンリー、この微笑みがやばい。このためにやってきた、
100列から投げて投げる。そこしかしこう、ムイさんが背中でここで落として背中重ねて投げた。さあパレさんの中に、これで一人抜けと、次がニーヤさんのホンダですね。さあニーヤさんのホンダが、お、今週は1キャラ目にいきなりホンダ、もう切り札、さあジャンプ台盤から掴んで後ろからで、さあ近づく、さあ7割前飛び通して、これは返す、そこからどうする、100列で近づけさせないけど、さあ触ればいいんだろうという動き、早く触りたい、触った下張り手、皆さんが1本、さあ2本目を100列張り手で準備は下がりながら飛行圏打って、冷静に飛行圏出す、さあそこでちょっと飛び込んで打って中キック、さあここはどうする、しかしここから倒れて、さあここからニーヤさんが攻めるか、いやすごい、そこを投げる、そこを気候圏で打って、さあこの前を離れたまま、そうニーヤさんが削る、さあどうする、ここからどうする、おーバレーさんが冷静にジャンプパンチで、ジャンプショーピーだったか、さあ3本目、これはわからない、おっと空中投げ、おーっと、まさに楽しそうなプレイ、赤い悪魔というか素晴らしい、チョップ腹さ、さあこっからもう本田の逃げない、ケースってさ、さあこっからもうまだゲージは半分、さあこれで一人抜き、次はジャイアントマシーン2号さんの S ホンダ、なんと S ホンダと X ホンダの対決で、ジャイアントマシーン2号さん、2号さんらしいですの S ホンダ、ムーさんは3連勝ですね、今のところ一応トップです。さあここから S ホンダと X ホンダ、2号さんですね、さあ2号さんその張り手で、しかしそこをジャイアントマシーンに2号って言いましたっけ、いない、そうですね、スーパーストロングマシーンはいるけど、ジャイアントマシーンは2号いないですよね、スーパーマシーンっていうのはいたけど、まあ俺が2号ってことですね、まあどうでもいいよ、そこ張り手で、いやしかしそう攻める、すごい、さあそこは、おー張り手張り手、これは分からない、さあそこで、これで、あーしかしそこ投げる、ニーヤさんがまた1本、ここで、なんとソロさんの、あ、俺、ザンギーできます、ここで前と前回の大会と同じ状況のセルさんの残機と、さあニーヤさんのホンダがどうなるか、今日はさあセルさんがジャンプ大パンチで、よし、そこ吸い込む、さあこっからどうする、さあもう選択です、しかしニーヤさんが投げる、さあこっからどうする、近距離の戦い、しかしセルさんが冷静に避けて、しかしニーヤさんが倒して、しかしセロさんがスカブ、おーっとこれは奇跡起きる、さあ2本目、さあポスタート冷静にかわす、さあうまくガードでダブルアリア、しかし当たる、しかしニーヤさんがすごい攻めていって張り手、しかしそこをしゃがみ小パンチでうまく返していく、さあそこをセロさんとしてはなんとか近寄りたいが、ニーヤさんが張り手で、しかしそこをしゃがんで転ばせて、しかしそこをまた打つ、さあセロさんどうする、あーしかし速攻張り手で冷静に打って 1-1 になる、さあこれ3本目どうなるか、あ開幕は5分あるんですね、少し暗いがガードする、さあニーヤさんは今2連勝ですね、冷静に見てうまく完全な張り手攻撃、さあそこ張り手、さあセロさんどうする、さあもうこれはもうニーヤさんはかなり有利、さあもう張り手、さあそう最後は投げるか、こうよく決めてニーヤさんが、そうしますと、これで3人抜
きですね、はい、で次がミキさんのガイルですよね。 あ、これ、先週もはい、はい、次はミキさんのガイルですね。はい、じゃあさあ、これで今のところニーヤーさんが3人抜き、はい、ムーさんが3人抜き、さあここからどうなる。さあ次は並びましたね。さあこれミキさんのガイル、さあ開幕どうなる。冷静にしゃがむ、しゃ張り手でやる、そこを冷静に中キック当ててソニックで大キック当てるが、そこの裏回りを当てるジャンプ大パンチ。さあソニックどうする。歩いてく、歩いてく、歩いて投げる。しかしそこを歩いてガード新しい、しかもそう、おっと、しかしこれワンチャンあったか。これは厳しい。しかしまだ分からない。さあここからどうなる。あーす、完全にスーパーコンボが見てニーヤーさんが1本。さあ2本目どうする。さあこのしゃがむ小キックで牽制する、しかしそうしゃがみ中キックソニックで、しかし張り手、しかしソニック当たる、ソニック。さあここさここで、さあこっからニーヤーさんの選択も、おーしかしそのままで返す、そうショーキック、しかしそこニーヤーさんが管理する。ソニック、ソニック、さあ張り手、さあこのニーヤーさん、あーしかしそこ返されてニーヤーさんがこれで4人抜きトップに立ちました。さあ次は山本さんのチュンチュンギ、これで山本さんのチュンギーで、あとはノブさんの剣と裏切りさんの X サバットですね。さあ山本さんのチュンギーと、ニーヤーさんの方が、さあどうなるかな。バリテ、しかしそこを、いやーこれはこれは終わるか。まあこれさ残す、しかしまだ勝負はわからない。さあ山本さん頑張れ。さあそこ、いやしかし宮さんが投げる、1本取る。なんか今機械さんが今来てくれたんですけど、緊急参戦で、これ出てもらった方が楽しいよね。これニアスか、ここでピオール、そして投げる、そしてあしかしこう山本さんのチュンギーが投げる。さあまだわからない。じゃあホークと機械さん、機械さんホークと、あとなんだっけ、最近何使ってるんだっけ、ダルシム、まだわからない。あ少し、おお投げる、ベガ、山本さんのチュンギーが投げて11。さあ3本目どうなる。さあそこで開幕で当てて、さあそこでまたまだわからない。さあ端によってここでピオール、そして投げて、これでニーヤーさんが、すいませんごちゃごちゃ言ってるうちに5人抜きですね。途中で機械さん来てくれたんですけれども、今日はですねホークとベガで出てくれるそうなので、あ素晴らしい、ファンの方お楽しみに。さあ次はノブさんの X 剣ですね。さあ開幕、さあそろそろこの辺で止めてほしい。剣が後ろに下がる、しかし本田の腕で、その波動を組んで、さあ張り手です。さあいい竜巻、さあそこ、さあ、さあしかし投げる、前に歩いちゃった。昇竜拳、昇竜拳、そして竜巻、昇竜拳、ネタっぽいやつ。しかしありてでまた1本取る。さあ2本目どうなる。ガードガードして、ガードそういう少々量当てないが、しかしあそこ投げる、ゲームの投げ返し、波動拳をやるか、重ねがちょっと甘かった、掴んでネタっぽい蹴り、まだわからない、まだわからない。さあ頑張れ、さあ勝利もガード、最後はなんかよくわかんないけど、なんとこれで6人抜き、6人抜き、次はなんと浦上さんが X サガット、X サガットで、X サガットと X ホンダっていうのは、なん
か車体が打ったらロスコイってできるけど、うん、ねっガード打ってホンダは大体弾持ってる人は苦手っちゃ苦手なんですけど、あ、あれ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 ニアさんも一歩はこれで生き生きしておる。これを抜けば7人抜きになってしまう。そうなる2本目まあ、サガットは弾打つしか弾打つしか、はい、もうもうとにかく弾を打つと、おっと投げる、とりあえず勝っている、半分持っていってる、持っていってる、さまだ分からない、さすごいシャビゲル、しかしあタイガーパカット、しかしそこを蹴られて、投げ返し、また投げる、さあ分からないぞこれは、さあどうなる、さあこのしかしそこしかしどうなる、暴れる暴れる暴れる、暴れたんだけど、これでなんとニオさん7人抜き、さあここでなんと機械さんのフォークが、機械ちゃん出番だよ本当、さあこれで機械ガイルさんの、いや機械ガイルではなく機械フォークさんですね、そう今日は、おお願いします、お酒はどのぐらい入ってるんですか、紹興酒5杯入ってる機械さんのフォーク、かなり顔が、さあいいコンドル、いいボディいいボディ、半分減らした、バイパーチョップがどうとか言ってるけど、おっスロースボール、これは来ている、かなんと勝っちゃうのこれと本人が普通に勝っちゃうこれ2本目さすがすごい、ね、急に真面目になったような気がしないでもない、おっとでもまだ遊んでいる、おまた皆さん後手の下になる、高めコンドル当ててボディが当たらない、ナイスガードから、すげえゲープられた、ショーパン遅くないですか、疲れてやめたところに膝が、ショーパンちょっと遅いですね、もうちょっと細かく刻んだ方が、もうちょっと早くしないと、あ、あ、止まって、止まればよし、コンドルで、しかし、そこでやって、おっといいライフル、あ、こっから持ってくるか、さあできる風、できる風、安全重ね、あれホンダに通じるんですかね、あれね、普通にその後頭突きが出そうなんですけど、あ、よし、悲鳴が悲鳴が悲鳴が、なんとここでお疲れ様でした、ニアさんが8人抜きとなりまして、このやりなさいよ、このままこのままこのまま普通にパレスチナ、じゃあ次そのまま2周目でパレスチナさんのチュンリーお願いします、いやだから連勝するんですよ、ここでもしニアさんが勝ったらここで2周目終わりかな、さあパレスチナさんのチュンリーとニアさんの、さあ2度目のパレスチナさん、なんとこれはそしてローテーション客の回数飛行券ケツが当たって削り削り削り、まだ分からない、とりあえずゲージさえ立てばゲージが当たった、おーゲージがあるぞ、タコツで返す、投げる振り、あっ投げる振りの振り、削りきれない、今の止めてテンションが出てればね、さあチョップ、さあキック、さあ腹、さあ投げ、さあ頭突き、さあ飛び、さあ投げ、やりたいことやって終わりでした、こっちに違う違う、連勝が続いてるから、じゃあ次はジャイアントマシン2号さんのチュンリーを、お願いします、お願いします、チュンリーです、ここはさあ2人目のジャイアントマシン2号さんのチュンリーの
スインディーと三宮様が、宮様今のところ、9人抜きですね。どうなるか。で中継ぎ、そこ投げる。これはいい。冷静に待ちながら、張り手もちゃんとガードする。さあ、どう転職局。さあ、これは分からないぞ。さあ、総長でちゃんとガードする。よし、おお、変な立ち台キック。なかなか見ることができないけど。天空客でした。そうそう、おっと、ちゃんと返してる。さあ、さあ、どうだろう。おっと、しかし、頑張ってほしい。おお、素晴らしい。なんと、ジャイアントマシン2号さん、1人目、1本目打った。さあ、2本目。今欲張りましたね。削りに行くと行けばいいところを投げに行った。さあオーラパンチ、素晴らしい。さあ、おピョンピョンしている。あのピョンピョンが強いのか。お次のピョンピョン、おオーラパンチ、冷静に待って逃げる。そうですね。おっとおっとあった。さあこれはどうすんの、どうすんの。さあまだ分からない、残り50秒。うまい、うまい。あのキックだけでいいんじゃないの。もうよし、つらいよー。キック、なんとこれでジャイアントマシンさんが止めてくれた。止めて、これで、はい、じゃあ次が勝利さんですね。すごいなそうですね、ニーヤーさん9連勝で2桁に届くところを、いやでもね、本職のパレスチナさんが止められなかったところをまだ、ね、1週間ぐらい残るかもしれない。あ、本当に分かんない。あ、キマイさんです。はい、これ今イロハさんの、いや違う、いやいやいや、あ、言っちゃダメなの。あ、これ何、これジャイアントマシン2号さんだ。あ、ジャイアントマシンさん、すいませんでした。先ほど失礼いたしました。イヤホンダを直した、かっこいい。おお、超強いジャイアントマシンさんと、あとこれはタツトシさん、リュウ、はい、いい逃げ蹴り、伝統のリュウチュンリー。これやっぱゲージをちゃっちゃと貯めた方が強い。そうなんだよね。貯めた方が偉い。貯めた方が偉い。まあでも、やっぱりでもチュンリーでしょこれ。どう考えても。うん。どの辺、どの辺が？いや、ね、立ち回りはまあまあまあなんだけど、チュンリーのこのゲージが溜まった後はやっぱりリュウきついんじゃない？どっかでかわさない。一回なんかね、かわさないといけないから。使わせないといけない。使わせないといけないんだけど、当たる時もあるというね。これしょうがない。ほらほらほら、こっからこっからこっから。でもシンクあるよ、シンク。シンク、あ、ある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 、両方ある。あ、こっからほら、死んじゃうし、危ない危ない。あ、ほらこっから、こっからほら、これがチュンリーの強さ。マジでね。これルール分かってないんですけど、改めてルールを説明してもらっていいですか。マジで。うん、あ、めんどくさいならいいよ。一人なんか 2キャラ申告して、うん、で、まあ、順番決めて、うん、で、まあ、どんどん乱入して、うん、たくさん連勝した人上位2名が決勝。 あ、なるほど。決勝も今日やるんですか。うん、やるやる。あ、なるほどね。へえ。で、まあ、連勝数で一番多いのがニーヤーさんの9連勝。ああ、なるほどね。時点でムーさんのダルシムが3勝。なるほど。よくだから関西でやってるやつなんだけど、うん、圧倒的に連勝してても、うん、うん、ああなるほどね。そうそうそう、だからこの順番次第では連勝の可能性もあるという。ワンチャンあると、うん、1コンから2コンへとっていうやつね、これね。ああ、そう、僕らの大好きなやつ。僕らの大好きなやつ、連勝だね。で、山本さんのチュンリー、チュンリーですね。あ、今日チュンリー結構多いな。多いね、チュンリーね。ね、ゆうべかさん怒っちゃうね。ね。これなんかポイントとかコツとかあるんですか。ね、あんまないんじゃない。ないよね、これね。うん、いや、多分あるんだろうけど、まあ、使わないからわかんないね、これ。なんか、こう、ごちゃらせて、うん、強いあれをなんか通した方が勝ちなの。なんかこう投げとか、ずぶとい卓を通した方が勝ちなの、多分ね。そう、最後までは別にどうでもいいの、この辺は。この辺はどうでもいいの、この辺は。半分ぐらい減らして、半分ぐらい減らしてからの勝負だから、ゲージ持っ
した段階でね。そう、この辺は別に敵に遊んでればいいなんかこう。その後投げを2回通すか攻めさせるかそういうゲームね。そう、まあ、死なない程度に遊んで、うんうん、そう、この辺は別にもうどうでもいい、どうでもいい。で、お互い減ってっからこの辺は。その結局、うん、なんか大体同じぐらいになるようにできてるんだ。そう、で、大体両方溜まって、こっから、ここが大事、ここが大事。あれ、ちょっと待って、そう、ここから最後が大事。はい、使ってでしょ。はい、使って、そう、こっから大事だから。これもお互い、あれこれは、うん、あ、そうそう、超削った。うん、まあ、こんな感じですわ。結局格ゲー最後は大事なんだよね。そうそうそう、途中はどうでもいいんだよね。うん、この辺どうでもいいんよ、本当に、うん、楽しそうにピョンピョンしたりして、うん、クラゲ打って前飛んだりとか、クラゲ、おもむらにクロゲージとか、そうそう、百列打ったりとか、うん、そう、適当に遊びつつね、そのうちこう体力がお互い減ってっから、うん、片っぽゲージ立ったよ。あ、うん、そうだ、これゲージ当たった。 あ、こっから、あ、そうそう、何今の、ほらわ、なんかこっからね、こっからですよ。ここ大事、ほらほら、これですよ、最後に、そう、打ち合わせやった方が勝ちということで、どっちが勝ったんですかね、僕。あ、ノブさん、あ、じゃあ、山本さんのチュンリー。ノブさんの剣ですね。龍もチュンリーも使うと、うん、なんかいろいろ使えるっぽいよ。いろいろ使う。じゃあ、ノブさんの剣、次。ノブさんの剣、ノブ剣、当たった、うん、めくった、掴んだ、掴んだ、これ見たまま言ってるだけで。あー、ちょっと、あとこっからね、当たんなかった、うん、あれねー、ね、剣道もあるけどね、もう一歩歩くとね、カス当たりで当たるんだけど、もう一歩あれ、もう一歩歩くの、でも血は刺さっちゃうんだよな、あれな、歩くとな、今のあれだとね、まあ、しょうがない。これ逃がしたくないね、これね、うん、逃がさなければ、そう、画面端でこっからで殺しきる、殺しきる、お、逃がさない、あ、逃がした、あんとび、安全傘でにはなんないないわな。あ、こっからですよ、ここ、大事、ほら、お、あーっと、足元に拾った、うん、怖い、つい剣目線で見ちゃうよね、なんかね、うん、あれあら、なんか今のはさ、早漏ですね、今のはね、さすがにね。あ、で、こっから、うん、踏んでる、うん、お、しゃがんですか、してそして、あれ、チュン、あ、これゲージが見えないけど、まあ、チュンには溜まってないね。まだ半分だね。これ、レパ、おっと、ここで、ノブさん。ノブさんの剣が、勝利と。これ、なんか、軒並み1、2連勝だから、このままいくと、ムーさんが決勝に残っちゃうから。ムーさんがそのまま決勝に残る可能性が、あ、そっか、ジャイアントマシンさんが2連勝か。そう。なるほど。特に連勝した人いないんですよ。あれ、これでも順番最後の人振りじゃない？あ、最後の人はね、うん、負けるまで遊べる。あ、そういうこと。ランダムで乱入して。それさすがに問題あるでしょ。なるほどね、ルール上問題あるよね。最後どう頑張っても1連勝しかできないとかやばいでしょ。そうだね。さあ、ケンガエル。ガエルはミキさん。ガエルミキさん。トニック。ミキさんでもなんか、うん、あれですよね、なんか。この前の東西戦とか見てたら結構上手くなってるような気がした。気がした、うん、どの辺ね、なんかソニックとかちゃんと結構打ってみたいなところ、ソニック打ってるだけ。まあそうなんだけど、そう、なんかこう、うん、でもソニックの回転は結構早いよね。うん、そうね、実戦で3段見たことがある。あ、そう実戦で3段見たことないから。3段ね。あ、でもちゃんと投げるところはちゃんと投げるとかね、そういうところは、あの、ほらほら、こういうの、それっぽい、こういうの、壊し、あ、なるほど。あ、コアコアレッパですよ、コアコアレッパ。
めっちゃ減った。ノブさん2連勝ノブさん2連勝お、金子ガイル金子ガイル僕はガイルしか使えないですからっつってガイル2キャラ選んだ金子くんですよ。金子くんほんとガイルしか使わないですよね。うん、ガイルしか使わないよね。ある意味男らしい。なんか自分で編集した小高動画集を見て練習してるらしい、うん、あ、そうなんだ。機械ガイル集じゃねえんだ。機械ガイル集見てないっぽい。あ、そう、あ、そうか。まあ、しょうがないな。タイプが違うからね。あ、そうだね。そうそう、方向がね。そうそう、方向性がね。方向がね。あ、これ金子ガエル、守り入りました。これ硬い硬い。あ、ぶっと引っかかった。もちろん投げると、あー、守り切った。冷静だった。掴みが良かったんですかね。うん、あれはね、そうだね、掴みカラーの方が良かったかもしれないね。変な体育失敗。あ、裏切った。あれムカつくね。総流拳、うん。お、食らい投げ、美味しい。食べまし。これ逃がさなければ。これを逃がさず、うん。いいよ。ここで守りきれるかな。なんかニフト間に合ってないけど間に合ってる。さっきから、おお。おっと。よく我慢した。とここで金子ガイルが連勝阻止ということですね。ラマンチャブランカ。ラマンチャブランカ。ラマンチャさん、今日のために。お、なんか今日のために何？今日のためにブランカを。あ、今日のためにブランカを。ブランカの集大成を。集大成。なるほど。あ、なんか負けたらブランカ引退らしい。あれは本当。え、でもいや、もうそもそもブランカさての初めて見たんだけど。そう。もうじゃあそう。集大成を言ってますけど、でもちょっと期待しちゃいますよ俺ね。いいリフト。いいソバット、うん、あのソバット対決難しそうですよね。あのソニー、うん、あれはね、最低相打ち取れるから。そうなんだ、うん、なんか角さんとかがよくやってる。でもね、ちょっとタイミング難しいんだよな。角さんとかがよくやってるイメージ。うん、スタブ。おっと、集大成が見れんのか、これ。スラ3回ガードさせて、ダメ端、うん、お、ソバット、あ、うめえ。これそう、あ、ソバット、あ、うまい。これはうまい。あれうめえな。そんだっけ、マヤコンなんとかとかっていうのあるな。マヤコンなんとか、そう、と、カネコガエル手堅いな。いや、俺、あ、セロさん、セロさん行ってくる。あ、行ってきて、じゃあ。どうもこんばんは、キヤさんこんばんは、山本です。こんばんは。1P 側がセロテープさん。セロテープさんね。 2P 側が、金子さん。金子さん何連勝ですか。金子さんね、2-1-2。これはでもね、残儀きついんですけど、はい、セロテープさんはね、はい、ラウンド1回くらいこう輝いてるラウンドがあるんで、ほら、なるほど、見ました、はい、あの起き上がりの、そうですね、あれ、はい、起き上がりのスクリューで、ね、本人に聞いたんですよ、どうやってんのって言ったら、はい、こんな感じとかって言ってて、なんとなくそう、よくわかんないですけど、ニュアンスで伝えてる感じですね。そうそう、でも、そう、あれは、うん、結構本能的ですね。そう、あの、うん、回すモーション見えないんで、結構早いはずなんですけどね。あー、なるほど。あれは、や、輝いてる。お、あ、このラウンド厳しいかな。画面端はね、きついですね、この体力で。おっと、ここで強気金子ガイルがなんかニヤニヤしてるぞ、なんかニヤニヤしてるぞ。爆笑です爆笑、はっはっはー言ってましたよ、今。なんですか、機械さんから見て、これ、ザンギやっぱ断然フリーな組み合わせですかと言われるんですけど、はい、ガエルもね、あわよくばやられるんで、あわよくば、そうですね、一発が大きいですからね。一発っていうか、うん、画面端でこけたらもう死んじゃうんで、もうなかなか死なないんですけどね、これね。いや、でもね、ザンギ側にやっぱ問われるスキルがね、高いんですよ、これは。やっぱりそうですね。
はい、金子さん3連勝目で、お、金子さんがこれで、これで、お、ルーさんと並んだ、これ、お、ルーさんと並んでおるよ、ダルシムで、次が 1P 側が、裏ケニ、裏ケニさんさんの X バイソン、バイソン、別に X なのに X って書かなくていいんですけどね、うん、まあそうですね、まあ特に書かなければ X なんでね、 S の、うん、S の場合だけ S って書いていただければと、うん、これバイソン有利なんじゃないですか、やり方次第なんですかね、まあ、これはね、まあ変える結構辛い辛いと思いますよ、押し付けていきますね、グイグイと画面端がね、はい、きついっすよ、はいはいはい、ガエルが背負うと、あーっと決まりきらないっすね、うん、なんかこの前ウラケンさんはあのちょっとバイソンを再び強化合宿に入るために、ほう、ざっくり切られましたね今、うん、あ、たまった、鍛え直すと言ってましたがその成果が出るんでしょうかね、あ、コメントに機械マイク面白すぎと出てますけど、どこにペコさんからですね、あ、これ、はい、あ、これね、配信されてるんだ、あ、はい、言ってたね、なんかね、あ、残念ながら、あの全世界に向けて、全世界、あ、そっか、ちょっとあまりにもおげつな言葉とかは避けていただきたいですわかんない、あわよくば言ってしまうかもしれないかなちょっとね、まあ、まあ多少はいいだろう、いい音なんだからな、あっあっ、これ違うがないからちょっと安いかな、2発しか入らなかった、あっナイスですね、ゴチゴチで最後はここで金子ガエルの連勝が止まったか、止まって3で止まりまして、3で止まったってことは次、ニーアーさん、ニーアーケン、アニケンってやつですねこれもしかしてニーアーケン、アニケン、アニなの、アニケンなのね、ですね、俗称アニケンです、ね、うん、通称アニケン、すいません、ボールありがとうございます、あ、すごいね、これね結構辛いんですよ、配信慣れしてるの、配信慣れ結構あれとか言ってる間になんかすごい体力が、あ、ピュリーチ、あーったおーそうですね、え、強ハードをよく打ったな、バックジャンプ読み、あれコパン昇竜というね、ちょっとなかなか見ないコンボでしたけど、あ、なんか、あ、微妙な中ハードから掴んでこっからタク、あ、わー、あ、太いタクを慣れてますね、やっぱ、あ、なんかやろうとした、あ、あっさり昇竜で、あーっとなんかハマった感じですね、兄の作戦がね、さあここでムーディー J、勝ちまして、ムーディー J ムーディーさんですね、ムーディーさん、うん、あ、勝った方と僕ね、うーん、 D、 あ、そうなんだ、じゃあしょうがないなこれな、ちょっと DJ やりたくねえな、あ、そうなんですか、意外と目川 DJ ホンダをやりたくない、あ、そうですね、次機械さんなんですけど、ベガなんですね、あ、これなんかね、多分 DJ の方がきついと思うんだよな、兄頑張れ、巻き込まれました、巻き込まれてピヨっちゃいましたね、お、あら、兄頑張ってるよ、まさかの、さあこれは、これ並んだらどうするの、3連勝、ああ一応決めるんだ、そうですね、連勝数が多い人で、決勝、ムーさんはあのマシンが全一なんだよね、これマジっすか、まあ、全一かな、よくわかんないけど膝ですね、膝、そこで昇竜じゃないという、あ、死んだか、これ危ない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 、まさかの大逆転ですね、ゼロドットからのゼロドットからの正面マシンガン、
全部いっちゃいましたね。あれはでもね、入れるのはすごいね。ちゃんとマシンが仕込んでました。仕込んでたっていうかもう、うん、当たっても当たんなくてもと、ここで掴んで、ここからめくりめくらずに表から弱で、あー死んだかな、これ死んだな、あっと見えないめくりでしたね。はい、続きまして 2P 側、機械さんですね。機械さん、ベガーですね。機械ベガー感じていきます。これが予選最終戦となりますね。おっ、予選最終戦で、はい、マシンが入ってピヨっちゃいました。1本取ってる。これで2周目が最後の手ですよ。ムーさんの DJ 強い。さあ、でも機械さんのベガもわからない。さあ、そこ開幕飛び投合しゃがみパンチで、しかしお互い飛びながら牽制していって、ここでここで上をやって、さあ、これはまだわからない。さあ、ここでしゃがみ、ちょっとベガが押されてますね、やっぱり。しかしここでナイトミアで、しかしここしゃがみショーキックでスラッシュ、スラッシュから、さあ、これは機械さんに、さあ、ここで機械さん1本取って、さあ、これで、1-1ですね。1-1ですね。さあ、これで、最後の3本目、タイマソバット、ダブル2と。で、スライディングが刺さりますね。ここをベガが投げる、さらに投げる。投げる、投げる。ダブル2。さあ、そこをつながって、そこからどうなる。さあ、投げると、最後も投げでベガ勝利です。機械さんのベガが勝利で、でこれ2周目最後のプレイヤーが機械さんなんですけれども、機械さん勝ったので、機械さんが何連勝するかのために、あの、今から何人かにランダムで入ってもらうので、機械さんが止まるまで、じゃあちょっとくじ引きを1枚、あ、どうぞ1枚、じゃあ4番だから金子さん、金子さん、ただ今機械さんが1連勝目なんですけど、これが止まるまでランダムに乱入者が入ります。そうしないと、あの、最後のプレイヤーが1連勝しか絶対できないっていう変なルールになっちゃうので、これ金子さんは勝ってもそこで終わりなので、連勝数には何の影響もないですね。楽しそうに避けている。これもある種のチャーリーか。さあ、ちょっと前に飛んでみた。ガイル戦は知っている。ガイル、これが嫌なんだろうと。金子ガイルも知っている。お、怪しい。お、変な連携。今の素がなんか漏れたっぽいんだけど。さあ止まらなかった。とりあえず2連勝。さあ、次は1番だ。違う、こっち、あ、違います、すいません、パルシアさん、すいません。ラマンチャさんのブランカ、ナイスナイス、あなたはありません。ただ機械さんの決勝進出を止めるだけです。今同率 3連勝が2人いるだけなので、機械さんが4連勝したところで終わりですね、決勝進出なので。
現在連勝数に連勝数が新谷さんのホンダが9連勝がこれが1位で並んでムーさんのダルシムと金子さんのガイルが3連勝でそれを今追ってるのが機械さんのベガで2連勝ここでラマンチャさんが止めてくれると、金子ガイルとムーダルシムの、決勝進出をかけたプレーオフ合計じゃなくて連勝数ですこういう玉なし同士の対戦っていうのはなんかどっちが有利とかいまいち分かりにくいんですけどこれどうなんですかね実ラマンチャさんがブランカ使うのは初めてなかなかいいあじっくりじっくり逃げている逃げているさあ終わっちゃ終わっちゃああ、まあ、このラウンドはしょうがないと、ね、機械さんが1本でさあ3本目投げる。ダブルリーが変な当たり方。ブランカ背が低いですからね。お釣りが入らない。命拾いをしたか。とりあえずゲージを貯めてみてる。まあグランドシェイブ一番ヘルスパコンなので当たれば割と。ただ全部当たらないんだけど。さあ変な悲鳴。神も失敗してさあ機械ガイルが3連勝3人抜きあすいません今度こそパレスチナさん止めてください これに勝ったら機械さんは決勝進出はい負けてもまだプレーオフいや3連勝機械さんも3人目の3連勝なのでパレさんのチュンリーが、ね、これ僕はねいい勝負、いい勝負もしかしたらベガのが有利かもしれないとか思ってるんだけどなんかユーベガさんによるとチュンリーのが強いらしいあ、ね、投げの間合いが全然違うとかあるねそうなんだでもほらなんかね足長いしねあ見た目も偉そうだし偉そう肩当てとかしてるしねあの辺硬そうだよねあと膝当てとかすね当てもさんの準備はなかなか冷静に決めないあっと当たっちゃった逃げる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 超逃げる逃げる逃げるわー何1本機械さんがこれでリーチそうですねもう1本取れば決勝戦ですあのパレスチナさんも頑張ってほしいさあそこを投げるさあそこを100列さあそこ冷静に上に中間さあさらに確率そうさあこれはかなり狙んないぞ狙んないぞおっと体育もうまいおっ素晴らしい置いてあるこれはまだわからないさあ止めてくれるのか赤い悪魔が勝つか黒い悪魔が勝つかさあそこをめくりのキックでしかし冷静に中間を投げるしかしそこを受け身取るしかしそこをさらに100列さあこれは今投げに来ましたね、はい、おおおかしい かっこいいパンチ投げたなんとここで投げてパレスチナさんの勝利 でもう終わりにはかからないなので、1位抜けはニアさんの9連勝これ文句なしなんですが2位通過がムーさん3連勝金子さん3連勝機械さん3連勝なので3人のプレーオフになります、ルールとかちょっと決めてなかったんですけどどうしましょうそうですねどうしましょうかはいあじゃあそれでいきましょうすいませんちょっと今回ルールがあまりちょっと練られてなかったのでちょっと今決勝どうしようか話してます
すいません。あ、はい、2連勝したら勝ちに。そう、これで最初は機械さん、ムーさん、金子さん、ランケンで。マイク、もしもしって言いそうになっちゃう。ね、ね、だから、まったり空間で、お送りしております、はい、四季のおせり。さあ、これで決勝リーグで、はい、あ、大丈夫です、あります。さあ、ワンピー側が、機械さんで、ありがとうございます、ワンピー側が機械さんのベガ、ツーピー側がムーさんのダルシム。さあ、第2回四季の細道決勝リーグですね。はい、これ準優勝ってことです。2期目、あ、2期目です。2期目戦ですね。失礼しました。さあ、ダルシムがファイヤーで攻める。さあ、そこで石棺で。さあ、これはもう早くもダルシムタイムか。はい、あ、しかしそこを出て投げる。さあ、これはまだわからない。これまた投げる。そこで修正で、しかしそこを冷静にムーさんがドリルで1本取りました。これ 色同じですね。色の系統似てます。そこでお互い燃える。もうパンチで、サイクパンチで返す。で蹴りでやって、さあそこで機械さんがさあ投げる。さあもう1回投げる。さあそこでまだわからない。まずこれで足を出して、1本。さあ1対1で3本目。ここでヨガファイヤーでスペースを取るところをダルシムが蹴る。カベガとしてはまた突破口を見出したいところを、そしてそこをムーさんが待ってて、ムーさんが、さあまずムーさんが1勝。これで次、死刑台に立つような顔で金子さんのガイルが、これに勝ってしまうと、勝ってしまうというのも失礼ですね。ムーさんがこれに勝つと2連勝で決勝進出。でこれ同じ順番でぐるぐる回して2連勝するまで続けますので、まあ、細かいこと言いたくないんですけど、はい、ニーヤーさんは違います。ニーヤーさんは1位抜けです。今は3連勝の人が3人いるので2位決めをしてます。はい、ムーさん、機械さん、金子さんはともに3連勝なので誰が2位かを今決めています。ダブルサマーだったらみたいな、あれ難しそうですよね。やってる人をあんまり見たことがない。かなり頑張っている、かなり頑張っているが、残り5秒、この状況有利なのはそこをドリブですよね。タイムで、さあこれでムーさんがリーチ。そうですね、お互いしゃがむ。ファイナーで出す、しかし飛んでも手を出してきて、さあ画面端、画面端、20秒で画面端、出会って20秒で画面端、そこ中継出して、さあドリルが伸びて、さあソニックを合わせて、ただ体力はガイルが勝っている。さあインペンをあっという間に逆転して、さあ出しソニックで、さあここからどうなる、もつれた、ソマット、ソマット、さあ、さあこれはどうなる、削り確定、削り確定で金子ガイルが1本あるのか。さあ3本目、開幕行ってみた、行ってみたが打っていなかった。
ク、ソニック、これでガチ大系相打ち。ただ金子ガイル、そんなに、おっとあっと、さあ誰締めたいのか。さあドリュー、うん、さあ厳しい厳しい、頑張っている、頑張ってほしい。あー、残りゼロドット。これでムーさんが、はい、じゃあムーさんが2連勝したので文句なしで、今から決勝戦、ニーヤさんの本田とムーさんのダルシムで決勝ですね。決勝はこれ何問選手なんですか。はい、じゃあ決勝は3問選手で、3先で、1P、2P はこのままで、お互いに問題がなければこのままで、あ、じゃあこのままだそうです。はい、3先なので勝った方が第2回の優勝者。新谷さんはあれですね、前回は準優勝、バックジャンプ、1本目でムーさんがうまいぞ、相打ち取ってとりあえず1本。100巻、あ、ガードしちゃった、テレポで逃げる、逃げた先が悪い。さあ画面端、体力半分持ってかれて、さあ大一応も入る、お、よくガードした、逆にピオリーチか、逃げた先が悪い。必ず画面端に、いや、ホンダが1本で、さあ3本目、タイマー借りて、テストファイヤーで打ち取って転ばして、あの体育うまいですね、乗ってしゃがパンを2ヒット、かなり遠くまで追っ払えるし、ダメージもでかいっていう、使える。でムーさんが、そうですね、1本選手、1本目、ここで1勝です、ね、あ、3先ならないの、試合目にヒット大工、にヒット大工、上り大工、今んとこ完璧。さあ事故らない、事故らない、おっと事故ったか、事故らない。これはムーさんがリーチ、3先なので、うん、あのまだあれですね、うん、これ勝っても2勝目なので、あ、3勝先取がリーチ、1ラウンド目は1試合目は3先だから、さあここで新谷さんが1本取って1対1ならないです。3本目ない、ありがとうございます。なんとここで機械さんがボードにダルシムを書いてくれるそうです。マジで結構絵うまいんだよね機械さん。このなんという癒しのダルシム、これはすすムーさん2勝でリーチ、ムーさんのダルシムがなんと輝いてる。さあここでムーさんが勝って、ミヨン選手で、あ、機械さんとかね、あ、お金さあ、ムーさんが2勝、本田もか、なんと機械さん本田も書いてくれそうです。ちょっとこれはすごい、このさあムーさん今度こそリーチ。このルールの面白いとこというか変なとこというか、年少数9で1位抜けした新谷さんが別に決勝戦に、あの有利にならない、普通に試合して3先でやるだけだって。さあちょっとやる気出しちゃったかな、あ
あの対空がホンダの邪魔をする。次が入る。相打ち。あっと燃えちゃった。からホンダはどうする？まあ、チャージしてるんで、あっと鬼武装ではなかった。おー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 、素晴らしい。あれダメなんですね。ニヤさんがさあ、ただでは負けない。これで、ムーさん2勝、ニヤさん1勝ですね。さあ第4試合目。あの対空うまいな。これホンダだ。さあ、おっと台無し。テレポ。テレポはリバーサルラスト必ず画面端。投げる。さあここからどうなる？しかしこう。ああそこもう一回投げる。今ガムっちゃったかな。さあここでニアさんが2勝目リーチ。張り手で打つ。おっとピョッタ。これは最近なんかちょっとピョリッチの研究が流行ってるっぽいんですけど、なんかわかんないですよね。早い時は早い、遅い時は遅い。おっと飛んでる、投げてる。さあどうする。これはまだわからないです。もう一回投げて。これは寝るか。寝なかった。投げる。なんとこれで2勝同士のタイになって、ね、今度勝った方が文句なしです。文句なしの優勝やるなぁ。さあ第2回四季の細道決勝戦。そうですね、うん、お互いルールが分かってない。お互いルールが分かってない。三先だってあれほど、あれほど言ってる、あれほど三先って言ってるのに聞いとけって。このまったり感が素晴らしい。まあ、事実上の決勝戦。まだやるの確かこれ。さあここでいいじゃね、いっぱいゲームできるんだからね。投げる。砂タイク、ツーヒット、ドリル。ドリル。またピオルがガードして、お釣りが入らない。おーっと、これは、さあ、ニアさんがリーチ。確定じゃないんですかね。あ、ムーさんが遅かった。なるほど。あ、逆にね。投げて、投げて、あー、ニアさんの勝利で優勝は、ニアさん、おめでとうございます。一言もらいましょうか。一言もらっちゃう。あ、はい、優勝でした。最後、新しいネタで殺せたのでかなり気分がいいです。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、2番のムーさん、開幕の中百貫気をつけてたんですけど食らっちゃいました。いや、本田強いわ。はい、ありがとうございます。参加ちょっと私の説明不足というかルールがいまいちちょっと皆さんに伝わりきってなくて、まあ、ちょっとまあ徐々に回を追うごとに何とかしていきたいと思うので、はい、ちょっとよろしくお願いいたします。またお願いします、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。というわけで2回目のイベントはこれで終わりなのですが、一応名前は四季の細道でやるんですけど、ルールなどはこれから、そうですね、対戦会に来てくれた皆さんの意見などを聞いて、まあ、とりあえずは今回のルールでやっていくんですけど、まあ、ちょっと後々みんなでまとめていきたいと思いますので、参加視聴などよろしくお願いいたします。では以上です。ありがとうございました。あ、どうぞ喋ってください。でもどんどん喋っていただいて結構です。あ、これこうかな。皆さんもぜひ遊びに来てください。あ、
とまたなんなんですけど、イコさん、大会の時はごちそうさまでした。ありがとうございます。改めて、そうそう、いただきました。ありがとうございます。おごられくん、ありがとうございます。あ、イコさん、今コメントがあるのに気づいた。こんばんは。負けちゃった。ペコさんも見てんね。はい、3先だったんだね。最初にもう1回勝てば勝ちだったんだね。あー、悔しいな。おや、ダルシムが、じゃあ、では野試合やってきます。ありがとうございました。
はい、すいません。最近ほど峠の方でお世話になった方もしいれば、お疲れ様でした。店員のロードです。結構いい、まあミニ大会だったと思うんですよ。なんかすごい容量悪かったかなとか気にされてるんですけど、全然そんなことないと思うんで、こちらとしては、これで来てくれる方が増えてくれると構え、それで構いませんので、まあこのツイッチの見てる方もどんどん増えていけばいいかなと思いますし、まあ大会そのままの1時間なんで、今の皆さんの試合5セットフル稼働でやっていただいてるんですけど、ありがとうございます。あれ対戦の名前ウェブカメラで映したらどうですかって話、実は僕だったんですよいつもフトエとかアクリティとかでカード使うんで名前出るじゃないですか。このゲーム、まあ当然だからそういうのがないので、いつも裏で見てて誰と誰がやってるか分かんないよなって思ってたんですよ。それで、まあこんな形でウェブカメラちょっと、まあ自分のこれ私物なんですけど待ってたんで、使ったらどうですかって、まあお問い合いの方でも使ってたんで、まあいろいろこのツイッチのコメント表示するのとかも使わせてもらって、家計の大会運営ってやったことないんですけど、まあ運営してたわけじゃないんですけどね、準備だけさせてもらったんで、まあしばらくこれでいいかと思います。ミキさんすごい気にしてますけど、そうですよね、あれいいと思うんですよ別に堅苦しいやつじゃないんですごいなんか会議してますけど、結構音ゲーの人たちまだいるんです。裏でみんなで見てて面白かったです。まあまあまだ2回目ですからね、2回目でそんなに結果求めてもしょうがないと思うので、まあ10回ぐらいまでこれでやってみればいいんじゃないですかね。ちなみに今日は15人ぐらいですかね。そうですね、エントリーが13人って言ってたんで、まあ全部で15人ぐらい、わかんないな、全員出てたのかどうかちょっと私わかんないんですけど、まあまあまあこれでもうちょっとこのツイッターとか使って告知とかちょっと増やしていけばこれいいんじゃないですかねと僕は思ってるんですが、まあ私としてはこれで人が増えてくれればそれで構いませんので、店側としては準備しただけで料金設定とか何もいじってないので、全部お任せしただけです。そしてもこのホンダかわいいな、このホンダかわいくないこの機械さんが書いたホンダめちゃめちゃかわいいですまあ
そういうことでそういうことで、あの別にあの何も気にしなくていいと思いますよ。はい、これで20人弱目指して、はい、それであの言ってもらえれば告知するので言ってください。で一応あの多分高確率で俺の前にあの音ゲーの方で配信させてもらってるん でそこでも一応広告出してるんで、はい、それも含めてまあ言ってもらえればと思います。ということで、はい、そんな気にしなくていいですよ。ほっとしてるんですね。ミクさん無事に終わってほっとしてます。まあまあ。ミキさんじゃないですね。ミキさん。全然いいと思いますよ僕も。まあまあこの金曜日は音ゲーからの X の流れで行くと思います。まあ音ゲーに人がいればですけど、音ゲー別に決まって金曜日やってるわけじゃないので、やれたらです。まあその時は昼から宣伝させていただくんで、まあできれば興味ある方は音ゲーの方もよろしくお願いしますって言っておきます。じゃあマイクはこれでおしまいで、11時15分ぐらいまでですかね。一応配信台は流しっぱなしにしておきます。まああの切るときに最後マイクで言うので、それまでまあ垂れ流しっていうか流しみしててもらえればと思います。よろしくお願いします。Sonic! Sonic! 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 Son
情けない S 剣は私ロードでした。これをもちまして、いやもう止める、今竜を使ってる人は、ね、今ちょっとギルティやってる人。今日の配信はこれでおしまいにしたいと思います。来週ですね、来週並びに各曜日の、配信、長い配信もありますが、よろしくお願いいたします。このまま継続してやっていくつもりです。よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。